ある日彼氏の携帯を見てしまった時のお話となります。まずは浮気証拠の写真とその相手とのやりとりをどうぞ。このように何人もいますが、一番頻繁にやりとりをしている V ちゃんとのトーク履歴を写真に撮りましたので、どうぞ。昨日はありがとね。超長期も誓った。こちらこそ。念をしているけど彼女には絶対にバレないようにしてね。心配性だな。だから大丈夫だって。俺の彼女携帯見る子じゃないから。そうやって油断してるとバレるって。ちゃんと鍵かけてる？パスワード設定してない。ねえ、それ心配なんだけど、バレても私を巻き込まないでね。ル、今彼氏にバレないように対策してる。当たり前だよ。彼氏に会うと気はログアウトしてるし、対策はバッチリしてる。さすが。さすが、じゃなくてお願いね、ほんと。彼氏との関係まこわしたくないから巻き込まないでね。お互いに壊れちゃったら付き合えばよくね。それは嫌だ。ごめんだけど、性格はタイプじゃない。振られた。俺は結構ルイちゃんタイプだけどな。浮気しない人がいいから、浮気してる私が言えることじゃないけど。次いつにする？明日は？いいよ。よっしゃ、楽しみ。このやりとりを見て衝撃を受けた私は、彼氏へ送りつけるために証拠の写真を取り揃えました。ここからは私と彼氏とのやりとりになります。翔くんさ、昨日見たよ携帯。あわ見ちゃったか。もともと携帯見るつもりなかったけど、気になるメッセージ、知らない女の子から来てたから。しかも、カカオトークで。一番あちゃちゃなやつだそれ。これね。ちなみに、V ちゃんってこのやりとりは全部見た。ごめん、出かけてた。ちなみにそのルイちゃんって断ってた。あ。ごめんごめん。電話でできるなよな。何がしたいの？その人と会ってたって。まさかバレてるのに浮気継続して遊んでたってこと。は？一回落ち着こう。ちょっと待ってね。俺には俺の言い分があるから言ってもいい？何の言い分だよ、言ってみなよ。浮気してる彼氏が彼女に対して何の言い分があるんですか？納得できる説明できるならして。って言ったら因縁どうたから電話にして。俺とルイちゃんのカカオ見たならわかると思うけど、俺らはお互い好きじゃないし、体だけの関係だから恋愛感情は一切ありません。いやさ、全部見たって言ってるよね。普通にその子に私と別れたら付き合おうとか言ってるのも見てるから、恋愛感情がないのは相手であって、あなたはありますよね。嘘バレバレだから。相手も相手だけどね。彼氏がいるのにあなたと浮気してるとか、どっちも頭おかしい。電話は？ LINE は面倒って言ってるよね。それも見たのか。あれは冗談だよ冗談。本気で言ってるわけないじゃん。俺が本気なのはかなだけだよ。ルイちゃんはただの遊び相手だし、蓋またするつもりないから安心して。電話はやめておこう、落ち着いたらで。私が嫌がること強いてる時点で本気じゃないよね。付き合うとき言ったよね。元彼に浮気されたから浮気しない人がいいって。それでも普通に浮気するとか考えられないけどね。本では知らないけど、その子だけじゃないからね。他にもたくさんいるの知ってるからね。見たし、他の子たちは何？全員とやってんの？知らぬが仏っていうし、バレなかったらいいかなって。でも本当に相手の子には恋愛感情全くないから大丈夫。正直に言うとさ、トーク履歴の凝ってる子は全員関係持ってる。ごめんだけど、それだけ、その関係だけだから。こいつマジでやってるわ。さっきから恋愛感情ないだのなんだの言ってるけど、そんなの私にとっては関係ないから。関係持ってるだけで気持ち悪い。さっきからあなたの言ってること何もかもがおかしいからね。次の子はそんなあたおかなが次元と行動を許してくれることを付き合いなね。もうこんな時間だしもう寝るね。あとこれで最後の LINE にするから。じゃあね。最後に電話で別れ言うつもりだったけど、もういいや、さようなら。ちょっと待ってちょっと待って、電話していい？会いに行っていい？もう寝るって言ってるし、眠いの我慢してまでこれ以上はなそうとも思わない。もうあなたの考えが分かったから、治ることないのも分かったから諦めた。だから別れるね。じゃあね。分かった分かった。とりあえず寝ていいけど、
明日朝一で会いに行くからお願い。会いたい。そこでもう一回ちゃんと話そう。お願い。一生のお願い。あ、はいはい。とりあえずもう寝るから、ザン。明日起きたら電話して向かうから、着いたらまた連絡するね。この彼氏に完全に冷め切った私は、もう二度と会いたくなかったので、朝起きてすぐに、彼氏の連絡先をすべて消して別れてやりました。彼氏の携帯は見ない方がいいとよく言いますが、浮気してるかどうかだけは確認した方がいいと思いますよ。あなたの恋人は大丈夫ですか？